そこが気になる。どうも、風で喋り手をしています。僕、そこが気になっていることを毎日ぼそっております。今回の気になるは、レッドホットチリペッパーズ、ジョン・フルシャンテ、復帰、パート2ということで、前回は、このニュースが世界中を駆け巡り、とにかく興奮したという話をしましたけども、大好きなレッドホットチリペッパーズにジョンが帰ってくると。第3期黄金時代の幕開けではないだろうかというようなことを話しましたが、今回はですね、そのジョンの復帰によってレッチリにもたらされるものといいますか、ジョンがいてた頃のレッチリのライブの話なんかもしたいと思うんですけども、まずですね、作品においてはね、ジョンがいることによってよりコーラスワークなんかにも力を入れてくるんではないかなと。まあこれはビーチボーイズの影響なんかもあったりするんですけれども、カリフォルニケーションあたりからコーラスワークにも力入れたり、そしてね、また切り裂くギターが聞けたりとかですね、いろんな要素が入ってくるかとは思いますけども、僕は、まあ、作品もそうですけども、ライブですね、前任のジョッシュには悪いんですけども、そのバンドとしてのやっぱジョッシュもちょっと遠慮してたんかな、そんなことないのかな、性格かな、なんやろう、なんかこう4人にで発するエネルギーっていうか、バンドとしてのオーラみたいなものが、僕が感じたのはジョンとジョッシュでは違ったというか、僕は2000年に初めて大阪城ホールでレッチリ見たんですけども、その時はスタンドやったんですけども、もうそれでも大興奮したんですが、その後2002年城ホールのアリーナ、さらに2004年にロックオデッセイもあったな。これはね、ウド音楽事務所が1回だけやって終わったフェスですけど、これも行きまして、その次の2006年のフジロックに行ったんですけど、この時ですね、なんやろ、グルーヴとはこういうことかっていうのを、もう体でドーンドーンってこう来るライブ、エネルギー、もうステージからこう押し寄せる音の波っていうか、4人が一体一丸となってグオードーンってきたのがこのフジロック2006年やったんですよ。これか世界最強と言われるゆえんはっていう、そういうのをね感じたのがこの2006年のフジロックで、その後ね、デスノートの主題歌になって、2007年にドーム、東京ドームと京セラドームでやった時があるんですけど、この時はなんかレッチリこんなもんじゃないっていう気がしたんですが、その後はジョシュクリングフォッパーになって、フェスしか、サマーソニー、フジロック、まあ取り合いみたいなとこありますけど、今年もサマーソニック来てくれましたけども、単独のツアーが I'm with you The Getaway では来てくれてないんで、日本は。このジョン・フルシャンテ復帰により新たな作品を生み出し、そして単独公演でまたうねるグルーヴもドーン来ますからね、ほんまに。それはもう4人の化学反応やと思うんですよね。それを引き起こせれるギタリストが、レッドホットチリペッパーズにおいてはジョン・フルシャンテおいて他にはいないんじゃないかと。まあその僕、デイブ・ナバロ時代とヒレル・スローバック時代は見れてないんで何とも言えませんけれども、いや、ジョシュも良かったですけども、よりケミストリーを起こせるのはジョン・フルシャンテじゃないかなということで、早くも来年以降のライブに期待を寄せております。ということで、次回はね、もうレッチリでこの曲めちゃめちゃやばいでっていう曲をね、久々に聴いてみたいと
思いますので、チャンネル登録なんかもしていただいて、また付き合っていただいて見ていただきたいと思います。そうこうでした。さよなら。バイバイ。